えー、今日もこのようにね、Zoom を通してアメリカでもハワイでも米国本土でも日本でも同じ時間に礼拝を捧げる、えー、皆さんを祝福します。そしてさらに YouTube やラジオを通して同じ礼拝を共有される皆さんにも主の祝福がありますようにね。えー、先週は、えー、ペンテコして聖霊降臨。 記念の礼拝でしたねちょっとスペシャルバージョンで、えー、講談公開石渡先生が、えー、お話をしてくださいました横浜の恵子さんでしたねえー、浜の浜の恵子っていうのかな <laughs> なんかそういう歌があ違うか恵子さんじゃなかったねまあそれを置いときましょう、えー、今日は、えー、その1週間後になります、えー、教会歴ではね、えー 教会のカレンダーですね教会歴では三味一体主日トリニティサンデーという、えー、タイトルがつきますけれどもカトリックとか、まあ、の伝統ある教会では毎週のこの主日主の日に、まあ、教会歴としての、まあ、表題というんでしょうかタイトルがつきますねあのただただイースターとかクリスマスだけじゃなくて細かく分けて あの掲げますが、まあ、比較的伝統の短いプ,レプロテスタント教会、まあ、私たちもそうですけれどもねあの福音派と言われているところは特にそうかもしれないですがこうその限りではないですね毎週タイトルを掲げるというよりも、まあ、クリスマスやイースターもちろんペンテコステもそうですし、まあ、母の日父の日などあの 記念日をそれぞれの教会のある意味裁量でまあクリスマスイースター、ペンステコステは欠かせませんけれどもそれ以外ではあのかなりこうそれぞれの教会の特徴で、えー、タイトルをつけたりイベントにしたりすると思いますが特にねまあ福音派の教会っていうのはあの説教が中心の礼拝を考えてると思いますね。まあ、本当は全部 大切です。賛美もお祈りもそして献金のあの捧げ物もですが、まあ、どうしても説教というものを中心に神の言葉を中心に置きます。ですので説教の連続性とかねまあ,あの、 シリーズでテーマをシリーズで私たちも今ガラテヤアを見ていますけれどもそういう意味ではそれに重点を置くので細かな「教会歴」というタイトルをつけるよりもそちらに重点を置くようになるのかなとも思っています。えーまあ、ですけれどもね今日は聖、えー、霊降臨の「ペンテコステ」の1週間後で三味一体手術だっていうことをね まあ今までもあまり特別強調私もしなかったかもしれないですけれども今日はちょうどメッセージとある意味オーバーラップするっていうんでしょうかあのあ今日の内容にふさわしいからさらにまたこのタイトルも,あのもう覚えましょうということでございます今日のメッセージは「ガラテア書3章一節五節惑わされない信仰」というタイトルです えー、ガラテア書はあの一章二章というところでは特に「霊新居戸訳では「霊って書いてありますねまあ「御霊」えー「聖霊という言葉はここでは使ってないんですが同じことですね「御霊、えー」これはあの言及されなかったんですがここで初登場します三章からこう、えー、初登場しましてこのあとはね 御霊の働きっていうのがあの強調されるんですねそして五章に行きますと皆さんも大好きな御霊の実ねえ精霊の結ぶ霊の結ぶ御霊の実っていうのは書いてありますね。愛喜び平和寛容親切善意誠実入和時世 あ節制ですね新教代訳だと節制って言うんだけどねあのまあ、えー、これはもうガラテヤア書っていうのはその意味では御霊を特に大切にその働きをですでそれがこの三章から登場しますでこのあと繰り返されます「礼」と書いてありますそしてそれは御霊であって信じて義とされる信仰それの「 重要な要な素であることが、えー、ガラテヤア書に書いてあるわけですね。で今日はまずねこのガラテヤア教会の課題この最初の中でねガラテヤアの手紙ってなぜ書いたかって言ったらガラテヤア教会の問題があるからどんな問題かっていうと惑わされてる最初の信仰は惑わされてる信仰の問題。で惑わしですね。あの 日常の中でも私たちもそうです。私大丈夫っていう人がいたらそれは幸いです。でもね、あの一般的にももうなんだかどうしたらいいんだ心配をして惑わされて信仰を持つ私たちもやっぱり惑わされるっていうことがあります。で、まあ、このコロナの1年の中でも、まあ、それが顕著でしたね。いろいろな惑わしっていうんでしょうか。もちろんあの 本当のこう大切な情報もあるんだけれどもなんか本当なのかどうなのか分かんないけども聞いちゃうとそれを聞いちゃうと惑わされますしそれはまあ今もある意味続いていくんですねでまあその意味も含めてです確かに信仰いただいた私たちなんですが惑わされてしまうので惑わされない信仰のための2つの要素が 今日ここに掲げられているのでこれをしっかりと確認しましょうその一つは十字架を見上げるっていう惑わされないためには十字,十字架を仰いでいる見上げているイエスキリストの十字架ですよっていうことそしてもう一つが見た目によるっていうこと霊によるそれが私たちを惑わさないことであって ということなんですね、まあ、その意味でもねそうイエス・キリスト神の子なるキリストの特にそれは十字架だそしてイエス様が約束された御霊だ霊っていうのがとっても大切だっていうことをまた今日も、えー、確認をしていきますが、えー、惑わしのことをもうちょっと見ましょうか惑わされる私たちがね えガラティアの教会の人たちも惑わされたんで、あの、一節一節の前半のところを見ますと、ああ、<laughs> パウロはああ、物分かりの悪いガラティアの人たち、誰があなた方を惑わしたのか、おお、<laughs> 英語式だったらもっとすごく言いそうだね。おお、フーリッシュ、ガラティアンズってうんでしょうかね。 ガラテヤアの人たち愚かだって新海約聖書ではねこの言葉だけだったらきついね愚かだねバカっていうことになっちゃうんでもう現代だったらねそれはガラテヤア人差別だなんていう,あのもう炎上しちゃうようなもちろんパウロにはその差別の意識では差別じゃないんです。ガガララテテ教会の人たちを 思えばこそだし愛すればこそ悪く言うためではなくてでももうそれがもう口から出ちゃって言葉になって手紙になってああああ物分かりの悪いガラテヤの人たち誰に惑わされたんですかっていうことですねあのガラテヤ書の一章二章ではパウロが伝えた福音こそが恵みの福音である それをパウロは自分の経験から伝えたんですそしてまあ救われた最初の信仰それがあってでもそれがユダヤ主義であったり立法的なその考え方の影響で福音が変わってきちゃって変異株が出てきちゃってガラテア教会が愚かな状態。 ねえ変わってきちゃっているんでそれをそのことにそのことをパウロは伝えたくてガラテヤア教会に伝えて熱心な思い愛すればこそのこの手紙なんですけれどもね三章からはこの御霊を強調するのと同じように旧約聖書にに基づいてさらにそのの恵みの福音信仰を伝えますでその冒頭がこれなんですね。 ああ何度も言っちゃいますけど「<laughs> ああもうパウロは口からその熱い思いがあふれます」で物分かりの悪い愚かなガラテヤの人たちっていうのはそう最初良かったのに恵みの福音を受け取って救われた人たちが惑わされちゃったっていうこと惑わされるっていうことは誰かが ってパウロも書いてるけど誰かがガラティアの人たちの信仰をだん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 と変えていく惑わしたんだっていうんですこの誰かもちろんこれね誰かで人でもあるし人の言葉も情報もあるし流れてきたそのニュースから惑わされているんですけれども。 その惑わしを喜ぶ大元はっていうと誰かっていったらサタンなんですねこのような惑わしの流れの大元にはサタンの惑わしがあるあの「惑わす」っていう言葉これはその人の聞いた人の考えを混乱させてよくない方向にこう向けちゃうそっち側に引っ張っちゃう引き入れる で、それはとても巧妙なんです。窓わしですよなんて誰も言わないんですね。私はね、聞いたんですよ。これが正しい、正しい、正しい、正しい。立法があった方がいいですよ。確かにキリストによって救われるんだけど、やっぱりしっかりしなきゃ、立法必要だし、割例が必要だし。だんだんとその言葉が、とのように、もちろん聞こえてきて、とても 巧妙なんですねガラテアは最初の「恵みの福音がだんだんこうねじ曲げられて立法から本当立法関係ないガラテアの人たちであったと思いますし立法から解放されたその人たちが残念ながら新たな立法を作り出して自分が自分でこう固めていくようなこれも私たちもそうです。で人が 陥りやすすいんですねそしてそれはサタンが喜ぶ方法惑わし、えーまあ、自分のことを思うとね胸に手を当てると本当にねやっぱり影響を受けちゃう惑わされちゃうん、そ,のそれはもう私たち確かにそうなんだけれども本当にその影響を強く受けて惑わされた惑わされるとまるでそれはね あの何ですか、えー、底なし沼じゃなくないけれども「負のスパイラル」って言っていいかもしれない。堂々巡りだったらまだしもそれがスパイラルって渦巻きですよね。渦巻きってどうなりますか真ん中に行くと吸い込まれていくほどに強力なんですね。でもううその子に入り込んじゃうと 正しい意見を聞いても聞き取って聞き入れることができなくなるんです。で、この惑わしのスパイラル、渦巻きから抜け出る方法があります。パウロはそれをここに言いたいんですね。惑わされない信仰の秘訣があるんですが、それはこうだっていうよりもね、パウロは問いかけますからね。これをここに書いたの面白いね。質、あの、疑問系ばっかりでしょ。 どうなんだろうかねあるんだろうか誰が惑わしたんだろうかっていうのに始まって疑問形でずっと書かれています。一節五節にそれが記されています。そしてそれは惑わされないためには何が大切かイエス・キリスト。そしてそれはイエス・キリストの十字架です,って言うんです、ね。もう一つが御霊です。霊です。今日はこのところを見ます。 これがつまりは三味一体の手術今日のこの日にふさわしくこのことを確認できるなと思ったんですね天地のすべてを作られ全知全能父なる神唯一のお方これは神です父なる神ですねその神が一人をイエスキリストを地上に送られて下して十字架にかけられ私たちにの罪を っってくださった私たちは罪から救われた罪の救いが与え救いが与えられた、まあ、これがキリスト教ですよね。神様がぼんやりなんか神様いらっしゃるよねじゃあ信じようかなぼんやりと信じる信仰ではないなんでもいいからねすべてをこう 支配していいるるととうかななんとなく感じる神様神的なことを信じてなんていう曖昧さではなくてイエス・キリストの十字架っていうのが一番の根拠だっていうんですねそしてその救いその救い主イエスが約束された助け主慰め主御霊,霊が。 私たちの信仰の根拠この2つだからとても大切惑わされない信仰はまさにここにかかっているイエス・キリストの十字架と御霊の働きが鍵なんですね。えーまあ、の先週だったかなあのちょっとクリニックに行ってねあのいろん血液検査とかの結果をいただく、えー、そんな時にねあのクリニックに行って最初に、えー 身長を測って体重を測って血圧を測ってなんていうねあの基本的なあのことをあのナースの方がやってくれますよね。でナースの方がね私の行ってるクリニックはあの結構変わっていつも同じ人ではないので受付でそうやって呼んで「はい体重を測ります」とか「血圧を測ります」なんていうナースはねあの実は今週初めての人だったんですね。であの 大体なんとなくあのもういつも言ってるとねあ,あ牧師だねっていうのを <laughs> 知られているはずですがその方はあんまり知らなかったようでねなかなかあの面白い方でしたけれどもでもさんざんこうやってね、えー、血圧測ろうとしたら血圧のチューブが機械に入ってなかったりねなかなか面白い方でしたけれどもあのまあそれでも何とかやってねでってね 私は興奮したのかちょっと血圧がその時は高かったんですそれは <laughs> ちょっと計り間違えていますか、まあ、それは置いときましてでその方がねで、まあ、話する中で薬は何か飲んでますかとかもちろん問診があるわけですねでそんな中でもうあのまあ、えー、私ねあのキリスト教の牧師ですよっていうことをあの知らなそう,そうだったので、えーまあ、話の流れで、ね、もちろんしたんです。で 「ああそうですか」って言っててねで、えー「あなた教会行ったことありますか?」って言ったらばあ「行ったことはありますけどね一回だけ、えー」っていう感じであの続けていってらっしゃる方ではなかったようですがでもその方一生懸命ねあの教会行ってで、まあ、続けていってはいないんだけど言葉にはしてないんですが行ってはいないんだけど私の心私の何て言ったかな 心にあるっって言ったんですねでそれは神があるとか何とかじゃなくて私,私も心にはありますって言ったんですね。あそうそれはいいねそれ以上あの会話をする時間もなかったのであんまり突っ込みませんでしたけれどもまあ心にあるって言ってそれはもちろんあった方がいいんです。でも多分 <laughs> 直接聞いたわけじゃないんですがそのことがその方が心にあるって言った時にね確かに神様っていうことではもあのうん、神様を少しわかるかな、えー、聖書が言ってる神、えー、私たちクリスチャンが言う神っていうのを否定はできないっていう多分その意味があるかなと思いますね。そそそしてそんんなな中でで私ののの心にももようなものがあるんです ということだと思いますが、きっとイエス様の十字架が、そして聖霊が、もちろんこれはね、すぐ即座にわかること一回言ったから教会にっていうことではないんですが、でも分かってくるじゃないですか。で、残念ながらそれはまだだったようです。えー、心にある、まあ、これ出発点なんでそれはいいんですが、はああそうかそうかって思いましたけれどもね、そう。 私たちが教会に来て信じますって言えるようになって「アーメン」って言って「ハレルヤ」って言えるようになる時に私たちはこれが分かってきてイエス様の十字架が見えてきて一回で分かったらばもちろん幸いだけどそれが分かってきてそして私を今助けてくださる助け主御霊があるっていうことが分かってくるこれが見えてくる えー、一節の後半のところからですとねパウロがガラティア教会にこの救いを手渡した時にもうすでにそれを手渡していたんですね。でこの時代のこの地域です唯一の神は分かっているんですねその中でイエス・キリストの十字架だよって渡すことができてそして聖霊が渡されて。 本当に救われた立法からも解放されて救われたっていうのがガラテア教会だったんですね。で、一、えー、節の後半のところ、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。そう、最初の時にパウロ示したんです。ガラテアの人たちイエス様の十字架を実際に見たわけじゃないんですよね。まあでもこの時だから、 確かにあの「イエス様の十字架をカルバリのあそこで目撃した人の言葉を聞くことはできたかもしれないけれどもまあその証言聞いたかもしれないけれどもでも聞いて見たんじゃないんですね。でもここに書いてあるのはそれ以上に目の前にはっきりと示されたではないか」っていうんです。 見たた <laughs> はっきり示されたパウロはガラテアに恵みの福音を伝えた時その恵みはイエス・キリストの十字架であることを語ったんですねそれもまるで目に見えるかのようにガラテアの人たちの目の前にはっきりと示された、えー、この「目の前」っていう言葉ですがあのプログラファープログラフォーかな、えー、という言葉 これもちろんねプログラフィーじゃないです。ね、英語にもなるように、えー、プロジェクションっていうのもありましたね。とにかく物がこう見える。目の前にそれも見える。まるでそこにいたように示すことができる。そして示されたのはっていうとそれは十字架。で十字架がリアルな十字架が 目の前にあるんですでも見たんじゃないんですよ。ね実際に見たんじゃないでも見たよりも確かにはっきりと示されているっていうのはここに書かれているんですね。イエス・キリストが十字架につけられた姿って書いてあるようにはっきりとそれが示されている。えー、まああの今今もね 時代が進みましていろいろあの映し出すものえ何でしたっけプロジェクションマッピングっていうのかなもう映し出す技術すごいですねはっきりと目の前に示されて 3D なんていうのもありますねもうそれは平面的に映し出すんじゃなくてあるんですねそんな感じなのかなでもそれよりもさらに人間すごいですよ見えなくても 見見えなくても見てもるんですねここにもうイエス様がつけられている姿が見えるって言うんですね聖歌の400番にこれ「ニグロスピリチュアル黒人霊歌で「君もそこにいたのか」っていう歌があります「Why you there」メロディ聞いたことありますねきっとね「君もそこにいたのか」「主が十字架につく時ああ」 なんだか心が震える震える君もそこにいたのか、えー、まさにこれはあのそこにいたのかっていていないんです君は私はでも見てるんですねそして、まあ、の旧約聖書「民数記」のところ21節にも1章にもモーセが聖堂の蛇を作りましたねそしてその聖堂の蛇を 旗竿の先に掲げてそれをを仰ぐと命を得たっていう記事がありますこれ十字架のことを示していますがあのもうコロナのニュースの中で WHO でしたっけ世界保健機構のあのシンボルいつ見ましたねあの国連のあのマークとともにそこの前に何がありますか杖にあの蛇が巻きついて。 なんで蛇なんだろうねって思いますよね。でまああれは実はギリシャ神話から来てているとも言われていますあの杖えに蛇っていうのは、まあ、医療とか命とか癒すっていうことその象徴なので、まあ、あの WHO の,あのマークにもなってるわけで。あのー、なんだっけな救急隊救急車なんかのマークにも あの十字架だけじゃなくてこれを使ってるところもあるようですが結構多分この印あるんですがこれはまあギリシャ神話だけじゃなくてこの「質エジプト」にもこれすごく似てるなぜヘビなんだろうかうんそれはでも神が約束されたものなんですね。で「質エジプトで荒野を旅するイスラエルの民」長い長い荒野の旅で民がつぶやきましたね。 えー、そしてまあ罪を犯すつぶやきの罪を犯してつぶやいただけなんだけれども残念ながら炎の蛇って言ってます猛毒の蛇がそこに発生して民が襲われて多くの死者が出たって書いてあるんですね。でそれはなんか 病気のようでも疫病のようでもあるしでもとにかくその毒蛇それによって死者が出るですから民はモーセのところに来て言いました私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました主に祈って私たちからどうぞ蛇を取り除いてくださいモーセはそれを聞くと民のために主に祈りますすると神はどうしたでしょうかね その蛇をねああちて毒蛇なしもう病気も疫病も何にもないからよかったよねってそういう解決法で民を守ったのかっていうとそうじゃないです。毒じゃそそのまんまんんこにいるんですよいるんだけれども周りにうようよしているんだけれども災いが取り去られたわけではないんだけれどもでも神が。 された、モーセに言われた約束解決法っていうのは、あなたは炎の蛇、毒蛇をと同じもの、それを作りなさいと。そしてそれを旗竿の先に掲げなさい。で、蛇に噛まれたものがそれを見上げれば命を得る。見上げれば命を得る。竿に挙げられた聖堂の蛇、 不思議だよね誰が今毒蛇が周りにうようして命が危ないって言ってるのにまた蛇あげられてこれを見たら救われるよでも分かんないんだけど見上げたた人は救われたんですね命が助かったからじゃあみんなも見上げるそうやってここでは救われ命を得る生きたんですね。 これもなんか不思議ですよね神は全知全能で力あるんだから毒蛇取り除いてくれたらいいじゃないですかもし神様がいるんだったらこんな今のコロナなんかやっつけてくださいなくしてください全ての災い取ってくださいよできるでしょ私たちは神様にそう言いたいけど神はそういう方法を取らない。 竿に掲げた聖堂の蛇を見上げること仰ぐことこれだけなんですこれで救われると約束されたこれがまさに十字架なんですねなんでイエス様の十字架なんですかじゃなくて神はイエス・キリストの十字架を掲げてくださったんですだから私たちはそれを見上げるそれを見上げることで惑わされることがない というこの信仰を私たちに与えてくださいますえそして、まあ、これが惑わされない大地の秘訣イエス・キリストの十字架そしてその2には惑わされない信仰の第2の要素は三位一体の聖霊なる神御霊のことがこの2節から5節に記されていますでもうすでに受けている恵みとして2節 あなた方に一つだけ確かめたいってパウロは言いますね一つだけ確かめたいんです何でしょうか霊を受けたあなた方が霊を受けたのは律法を行ったからですかそれとも福音を聞いて信じたからですかつまり霊を受けたでしょうあなた方はもうすでに受けたんじゃないですか ガラテヤの人たちにこれを問いかけていますで私たちもそうなんですけれどもどうして信じることができましたかいろいろ考えたんですいろいろ聞いたんです聖書も読みましたお話をいっぱい聞きました本も読みました確かにそれはあるんですでも私がなぜ信じることができたんだろうかっていうとなぜ十字架を 会ううことができたんだろうかなぜ救いを受け取ることができたかっていうとすでにそれは御霊が私たちに働いてくださって御霊によってできた立法を行った何々できたからじゃなくて御霊によってできたんだ救いを受け取ることができたんだそれは御霊によってだったんだっていうことですね。 それはもちろん福音を信じたからだけれども信じることができたのも御霊によってこれちょっとどっちが先っていうよりもこれ先行的恩寵、先にある精霊の恵みっていうんですね信じて出来上がったから精霊を頂い,いたかのように私たち思うんです確かに分かってくれば精霊様って認めてその力を受けるんですがそれ以前に もうそれこそ救われる前にあなたに働いて私たちのうちには精霊が与えられていたんですそれは立法をし行ったからじゃないんですただただちょこっとずつ分かってきたのか神様をそしてイエス様を聞いて聖書を読みながらそういうふうに霊を受けている私たちですこれ第一ですね。そして、 第2番目には3節のところ「霊によって始めたのに肉によって仕上げようとするのですか」「肉仕上げ」<laughs> 面白い表現ですねこれね。あのまあ、これ何を言ってるかっていうと「信仰生活」っていうんでしょうか「霊によって始まったわけですね霊を頂い,いてね」そして私たちの生活信仰の生活普段の生活この生活がどうなっていくかっていうと「 変質変異しちゃったわけでしょガラテア教会がね。と同じように私たちもどうやって仕上げますかっていう見た目によって歩むはずのクリスチャンが自分の肉の思いで信仰を変えていってしまって惑わされて肉によって仕上げるのですかここでもそう問い上げて 問いいけけていますけれどもねクリスチャンの歩み信仰生活もう見た目によってですよっていうことです、えー、なんかねあんまり肉肉言うとちょっと体のことを <laughs> 心配しあのね肉によって肉仕上げっていうのは確かに私たちがあの口では私もそうなんですけど立派なことを言いますよ特に私牧師なんでねかなり立派なことを 言っているように思いますでも実際には残念ながら肉で仕上げてしまいそうなことがありえるしあるんですがでもだからこそイエス・キリストの十字架とそして御霊です御霊の働き、えー、肉によって仕上げません、えー、そして最後にねえ語、ー、説になるでしょうかねまあこの「 肉,肉仕上げじゃなくて霊,霊によって仕上げていく私たちの生活がこう継続できるならばクリスチャンライフができるならば神の力ある技を知ることができる見ることができる経験することができる霊にある力ある技を知ることができますこれはねあの惑わされない信仰っていうのは御霊によるって言った時に これ例によることで頭の中のことでっていうことではなくて消極的な受け身的なものではなくてこれを受け取るとはダイナミックな神様の力があふれるものだ。5節のところあなた方に霊を授けまたあなた方の間で奇跡を行われる方はあなた方が立法を行ったからそうなさるのでしょうか。 それともあなた方が福音を聞いて信じたからですか信じて御霊を頂い,いて御霊によって歩む時肉仕上げではなくてそう歩む時私たちはその力ある技を私たちも見る知る経験するっていうんですねあの福音を聞いて信じるっていうことはすごい。 ことなんですねでそれは目の前に見えてないのにイエス・キリストが十字架につけられた姿がはっきりとここに示されるその十字架を見上げる仰ぐ仰ぎ続けることそれがあってそして御霊を受けて御霊に歩んで御霊に力をいただいて歩むならば私たちは 惑わされることがないこれが私たちがいただく信仰の歩みなんですねこの御霊によって歩む歩みキリストの十字架を仰いで歩む歩み私たちも受けています受け取っています惑わされませんよ惑わされませんよではお祈りをいたしましょう